皆さんこんにちは、エスペランサ TV のナオミです。今回のエスペランサ TV は第371回目のエスペランサ TV です。先週末は残念ながらトップチームが、3対1で負けてしまいましたが、次は絶対勝つのでぜひ応援よろしくお願いします。それでは早速先週の振り返りのビデオどうぞ。諦めようと思った。ロングボーパブロ、そしてこれを食べてた。こぼれている、こぼれている、あ、こぼれた、シュート来たか、来たー、ゴールになります。最後ホドリゴ・カペスタです。エスペランサ FC 先制に成功しています。入ってくる、マーカー2番の松原がいい読みをして中をケアしています。マーカーはいつなぎ、ピッチャーが絡んで右サイド畑中です。コーナーから一旦落ち着いてというところ、ナオダンとマーカーよく見ていました左サイド。さあ古川伸さん、ここはシンプルパブロ、あーいい展開、畑中、さあ裏のスペース、山本拓司出て、キーパー出ている。さあうまく当てれるか、ホドルカペスタ、惜しいシーンを作りました。ボールになって7番山本拓司、いいボールが入ってくる、矢野、ホドルカペスタへというボールでしたけども、ゴールキーパーも読んでいました。そしてすぐに切り替えて、あーこれ五十嵐、ナイススライディング、山本明俊、これ狙っていきました、左足で放り込んでいく、ここで長いホイッスルです。試合終了、エスペランサ FC は今シーズン初黒星を喫しております。3対1、開幕2連勝同士のキックオフの対戦、エスペランサトップチームに復帰した選手のご紹介です。インタビューを取ったので皆さんご覧ください、どうぞ。エスペランサトップチームに戻ってきました、江川慎也です。自分がやってた頃と結構変わってて、まあ、雰囲気もいいですし、若い選手、フレッシュな選手も入ってきて、まあ、元気あるチームに変わってます。エスペのサッカーは、まあ、純粋に勝ちたいって気持ちを全面出してやるところが自分はすごい魅力的だと思ってて、まあ、それにまた加わって戦えるっていうのはすごい嬉しく思います。中途半端な時期からちょっと戻ってきたんですけど、まあ、チームのために全力で戦いますので、応援よろしくお願いします。バモスエスペランサ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、運営者のトリガンです。よい、今週は開幕4連勝、見事な試合をしている U12 の試合から選びました。はい、早速見ていきたいと思います。どうぞ。はい、ということで見ていただきました、この試合は1対0で勝ったんですよね。で、まあ、試合のね、ほぼ、終わりに近いぐらいの時間帯で出たプレーなんですけど、左サイドバック英樹が、ボールを持った時に縦にまっすぐこうディフェンスの裏に、ボールを出したところにフォワードのレイマが斜めにこう走っていく、ボールが縦に出てフォワードは人がこう斜めに走るっていう動きを、まあ、この数週間U12のみんなは練習もしてたみたい でそれを練習の中で出せたことがまず運ゲン、そしてレイマーディフェンスに体入れられてますよね、あれ そうですね。だけれども、まあ、それは諦めずにね、最後まで追っかけて、まあ、最終的にはマイボールにしてクロスまで行きました。でそれで、まあ、クロスのボールがね結構バウンドして難しかったところも最後ヒューガーがねしっかり抑えてバックに入れてゴールして、まあ、最終的に1対0でこのゴールで勝ったということで、とてもムイビエンなプレーでございます。はい、まあ、それ以外にもたくさんのムイビエンが ありまして、他に点取った人もいるんだよね。1試合目で今日これ2試合目なんですけど、1試合目でたくさんゴール、他にも、ね、たくさんいいゴールが生まれたし、
し、まあ、守備の部分もねみんなハードワークして、できているっていうところは4連勝につながってるんじゃないかなと思う意味です。はい、5連休ということで、1日目はトップの試合がありますカモメパーク。これは無観客になっちゃったんですよね、はい、なので、はい、ライブ配信でぜひ5000円をよろしくお願いします。そして日曜日は U14 リーグと U11 のプレミアが開幕します。はい、こちらも頑張って、あと 15B もあります。で、3日はユースの試合があったんですけど、それはなくなっちゃったんでトップとユースで小悪戦します。おお、まあ、そういうこともやってますのでぜひユースに残りましょう。はい、4日は何もなくて、5日はまたトップの試合があります。土曜日やって、水曜日、土曜日が日立で水曜日がポンツ、この、ね、2試合頑張って勝って上位に食い込んでいけるように頑張りたいと思います。ということで今週もゴールデンウィーク GW 頑張っていきましょう。いや今週も今週じゃないゴールデンウィーク、はい、みんなで頑張っていきましょう。はい、3はい、はい、おペコリスンコーナー、イエーイ。今回のフレーズはこちらです。セスペンデ、セスペンデっていうのは中止になるという意味です。で、最初にのをつけるとノセスペンデになると中止になりませんという意味になりますので、皆さんぜひ使ってみてください。今週末予定です。今週末は1日と5日にトップチームの試合があります。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。これからコロナの関係でちょっとエスペランサだけじゃなくて多分全部なんですけど、試合が無観客になりますので、皆さんそこら辺は了承お願いします。なのでぜひライブで応援よろしくお願いします。また、試合に行けるようになったらこちらからもお知らせしていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。今回のエスペランサ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。決めなかったら山中湖まで行きます。どこ山中湖？山中湖まで行ってます。何ダッシュ？俺決めたらお前山中湖まで行って走ってこいって言われて、言ってるんで。後期はどうする？うん、俺が外したら。そういうこと。そういうこと。止めればいい。ナイスチャレンジ。一応パーで限らない。頑張ろう、マリコ。